近く行こう。よろしい。腹減ったな。うっす。どうだい味は。まろやか。もう一丁行く。うっす。ペヤングソース焼きそば。相変わらずいい味出してるね。近くって食べやすいペヤングソース焼きそば。気が利いてるよな。どうも。いい顔してるね。ビッグだよ。ペヤングソース焼きそば。グリコキティランドに新しくチョコレートビスケットが仲間入りしました。ビスケットの優しい歯触りとチョコレートの美味しさのハーモニー。グリコキティランドチョコレートビスケット新発売。パリッと歯ごたえチップスターナビスコ。ファンタグレープファンタスティック。タクボ、はい、好きです。うわ恥ずかしい。あのお住まいはタマプラザ。僕キツネハイツ。うわいいところお住まいでいらっしゃる。踏んでるつもり踏まれたつもり。じゃあ帰りますか。じゃあご一緒に。いいえ別々に。ドーンでドンデンバックお達者でタクボー蓋2枚でドドーンと。俺の気分がこんなにいいのは、小粒で可愛いお前のせいさ。こんでほろずっぱいなや。ああ梅人さん。今この T シャツが当たります。お肉に野菜を挟んで鉄板焼き楽しいですよと小川さん。チェリーナ君の可愛い油料理の後片付けはチェリーナです。油汚れにぐんと強いチェリーナ。汚れをスキッと落とすと泡がスーッと消えます。チェリーナチェリーナチェリーナ。油汚れに強く泡切れも早いチェリーナ。かわいいてチェリーナ。で、何かい？うちで働きていって。へえ、給金安いよ。人使いあれよ。それでも働きていって。へえ、偉いわ。いやー、今時既得なお人だね。で、お名前は何？メルコム80。そいつはこの芸人かい？違う、日本生まれ。偉い。今日から戦力。三菱簡単コンピューター。メルコム80。おお、来た来た。来たらすかさず狙う。バゴーン。さすがね。外さないね。さすが本物。ほら、どれか焼きそば弁当。やってるやってる。追ってる追ってる。大きいやつを狙え。おいしいやつを狙え。よし。君たちも目標に向かってバゴーンしろよ。バゴーン。どれか焼きそば弁当。マリちゃんの焼きそば弁当。ワンペッツ、ツーペッツ、スリーペッツ、ボトル軽くて割れないペッツ、ペッツ、ボトル。清酒福娘ペットボトル弾むうまさで新発売。お値段軽く新発売。福娘ペットボトルに出ました 1.8 リットル。ガラスじゃないから軽くて割れません。ペットボトルといえば福娘。お値段軽く新発売。
これそろそろ漂白しよっと。染みつけちゃった。つけちゃった。あらまあ、またとは言ってもワイドハイターがあるから大助かり。いろいろ漂白できるの。匂いもいいし、お湯によく溶かして少しつけとくのがコツなんです。白いものは白く、柄はくっきり。見て見て、すっきり。色、柄物、化学繊維も漂白できるワイドハイター。洗剤と一緒にも使えるわよ。暑いよ、消えないの。ちょっと待ってください、今調整します。暑い、寒いわ、冷えつけよう。ちょっと今直します。あなた冷たくて嫌い。お任せください。アイコングリーンサインでお望みの室温にドンピシャリ。いいわ、任せちゃう。お任せください。ちょめ、さらに薄型霧ヶ峰、ね。この冬、5万円台の温風暖房新発売。灯油をガス化し完全燃焼させる全く新しい燃焼方式、三菱石油ガス化ファンヒーター。うちで採れる野菜さんたち健康有料理ばっかり。みんな出汁で楽な野菜専用室でしまっちゃうの。三菱冷蔵庫、緑野菜さんをよろしく。スピーカーもチューナーも全て独立、自由に組んで好みのシステムを、後からシステムアップが可能。未来に対応するテレビです。三菱システムカラーテレビ、技術は時代を変える。静止服娘ペットボトル、弾むうまさで新発売。お値段軽く新発売。服娘ペットボトルに出ました 1.8 リットル。ガラスじゃないから軽くて割れません。ペットボトルといえば服娘。お値段軽く新発売。朝昼晩とお待ちかね、麦味噌ラーメン、お待ちかね。あんたも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 、いただきます。まるちゃんの麦味噌ラーメン、お待ちかね。麦が味噌、やっぱし。生にもいろいろありまして、生卵、生猿、生獣、生え、生娘生どんぶり、生の味。まるちゃん、生の味。Es imposible, no hay manera de hacerlo, mi capitán. 昔コロンブスは常識の殻を破ることを教えてくれました。三菱電機はこの精神を布団乾燥機に生かしました。布団を敷いたまま内側から乾燥する新しい方式を開発したのです。三菱電機はいつも一歩先を考えています。この番組は未来を開発する三菱電機、東洋水産花王石鹸、清酒福娘と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。うっついてくっついて新登場、グリコペアフレンド。おいしいアイスがペアになって80円、2人で分けると40円ですね。グリコペアフレンド新登場。ゴキブリ退治したばかりなのに。アースレッドなら効き目は隅から隅まで、お部屋を汚さずきれいに退治。アースレッド。はい、顔のホワイト、クリームみたい。お肌に優しい石鹸です。ホワイトをはじめエレガンスなど、香りの高い贈り物、顔石鹸。はい、ひろこもぎたてフルーティー、バレンシアオレンジの香りです。フルーティー、フルーティー。パリで覚えたおしゃれな味。
Oh, c'est du café au lait? Oui, café au lait. Gourico café au lait. 私、昔から暑さに弱いんです。汗を抑えて美しい素肌に、腕にもたっぷり、名色アストリンゼン。夏は名色アストリンゼンですね。君は爽やか。爽やかコカ・コーラ。今カルビーでバラエティセットがもらえるのよ。これもこれもこれも、あやあやや、好きなの選んでね。カルビーバラエティセットプレゼント。今ニューシャットか水洗タンク用シャットを買うとコンピューターベースボールゲームが当たります。シャットシャットプレゼント、詳しくはお店でね。夏はアイスで、世界中どこでもネスカフェ。新登場、鈴木アルト、47万円。じゃあまたやるの？うまくおせよ。じゃあうまいうまい。今度は水道屋？ドビーだ。トイレが詰まったから直せ。バカモン、水道屋じゃない。今回はご活躍でしたな、アスタさん。どうだい俺のモテよう。ほざけ、このデクノボ。どうして彼女と別れたんだい。二度と女はできねえぞ。ベラボメ、そんな平和なことしてられるかい。次はスタさん、どこを駐車されるんだったな。そうよ、24時間のうちに犯人をと捕まえねえと。スタさんの命がヤバいんだ。女どころじゃねえだろ、アメンボ。次回、24時間の命尽きるとも。お楽しみに。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。鼻出るよ、聞いてんの？咳も出る。さっさっさっさと終わらせますから。熱あるよ。はい、さっさっさ。パブロン。風にわしのマークのパブロン。参った参った。昨日飲みすぎたんだろ。苦味を取った新しいジンタン、グリーンジンタン、クールな味、青年の香り。はい、ババッ、ヤングのバブルだ。ババッ、膨らみすぎるかもしれないよ、ヤング諸君。さあレッツバブアップ。バブアップ、いつも変わる。うまい。ちょっと煮込めば美味しさ抜群、スガキヤエビ天鍋うどん。エビ鍋食べる？音が広がると色が一段と冴えますね。音声多重で見る東芝カラーテレビ、ときめきの色。喜びの日を華やかに演出する幸せのスタート、新鉄会館。ご予約は夜7時まで受けたまわっております。新鉄観光では春のキャンペーンを実施中です。特別価格で行く沖縄、お申し込みは新鉄観光へ。
ご覧のスポンサーがお送りします。家具の早水、半期に一度の赤札市。いい家具揃えてこんなにたくさん、2割引きも3割引きもとにかくお得な大奉仕。3月20日から30日まで早水うぐいす谷本店と銀座店へどうぞ。米本です。長川です。手作りの味、今日はタケノコの煮物をご覧ください。お袋の味の代表的なものですね。タケノコです。 200g です。削り節ですね。ひとつかみ程度。はい、しいたけです。2枚ご用意ください。まずタケノコを乱切りに切るんですね。はい、はい、あの生のタケノコを使う場合には、は米の研ぎ水ですとかぬかで茹でますと、はい、きれいにこういった茹でたタケノコ出来上がりますね。あ、これを揚げるわけですね、はい、そうなんです。今先生お箸を刺していらっしゃいましたが、だいたいこれでその温度がわかるわけですけどね。あのちょっと箸入れてそのちょっと泡立った時が一番いいですね。それからだんだんこの強火にして、はい、まあ、揚げるわけなんですけど、はい、水気をよく切っておけば跳ねないわけですね。はい、こういうふうにタケノコを油で揚げときますと、はい、味が染み込むわけですね。そうですね。タケノコ自体はさっぱりした、まあ本当に無味乾燥というか、そうなんです、味のしないものですね。まあ椎茸ですね。石突きをまあ切りまして、そぎ切りにしとくわけです。はい。先ほどのタケノコですね。はい。これよく油を切っておくわけですね。そうです。で椎茸をお鍋に入れまして、スープを4分の1カップ加えてください。そしてお砂糖を大さじ1杯です。さらにお醤油を大さじ3杯加えてください。そして削り節を一つかみです。この削り節、まあ、鰹節とも言いますけど、はい、これが入りますと、あの、とてもこう、おふくろさんの味というんでしょうか。そうですね、香りもありますね。味がよく染み込みますし。落とし蓋をいたしまして、はい、大体出来上がりの寸前にごま油を入れるわけですね。ごま油を入れると、照りも香りも良くなるわけですね。たけのこの煮物です。ご覧のスポンサーがお送りしました。しばらく旅に出るか。西部のツアー。This is film for Parko. チーズビットちょうだい。パルディのチーズビットビット。 Have you ever seen Havana? ナッツキャンディ、チョコとピーナッツ、美味しさのハーモニー。僕から君へ。ニューライフナウ。シャープはエアコンの下に風を作り、エアコンの上に風を作る。先生、文明の悪バラですね。チロルの勧めです。はい。リーザーアンマリリングの味だよ。冷たく冷やして。はい。ごっこ聞きやすリンゴ。日本電気産業の提供です。 K 私キュービクル。働く時は体にと分かっちゃいるのですが、近頃ちょいとモテ気味でございまして、週休2日などほど遠いのです。
都会の24時間を守るコンパクトな変電設備、キュービクル。日本電気産業です。モテモテちゃんで困っちゃう。大陸の高気圧が南に偏って日本付近へ張り出しています。そのため近畿地方では京阪神から南では明日の元日は穏やかな晴れのお天気となりそうですが、北部の日本海側や山沿いの地方では多少しぐれたりにわか雨の降ったりするところがあるでしょう。なお明日の元日は寒さが幾分緩む見込みです。大阪は晴れ時々曇り。